妙見リフト作道に沿って桜が植えられ、また作道の元にもところどころ花が植えてある。妙見の水広場全域乗り場のせ電鉄妙見の森ケーブル、妙見の森リフトそれぞれの駅、乗り場の位置。駅、乗り花は右上の四角マークで地図を拡大し、アイコンをクリックして表示される。妙見の森リフトとは、兵庫県川西市内で、 野せ電鉄が運営するリフトである。2013年3月16日に、妙見リフトから解消した。正式名称は、作動船。野せ妙見道のある妙見山山頂への足である。戦前はこの区間に、妙見工作鉄道が、ケーブルカーを運行していたが、戦時中に不要不急線として撤去され、戦後に、野せ電鉄によって、再整備される際に建設費などを考慮して、 リフトとなった。戦前の妙見工作鉄道上部線は、触れ合い広場付近でカーブしており、なおかつリフトは、直線上に付設する必要があるため、リフトの起点は、カーブのすぐ上に設置せざるを得ず、妙見の森ケーブルのケーブル山上駅からは、徒歩5分ほどの距離となった。当期は、年始及び、のせ妙見山でおひたき祭りのある2月11日を、除いて運休する。 大人片道360円、往復700円。小児片道180円、往復350円。ふれあい広場、病研さん。ありがとうございます。